す。まあ昔から修験道的な荒々しいところで、修行をするということでここは大事にされておった。で今では下を見ましたらですね、里が一望にできる。やっぱり私たちの日常の生活を守っていただいておるということで、吉野神社権現様、まあそういう形で、里の皆さんが信仰し、今に続いておるわけでございます。